か中途半端にボケてる。僕は吉村さんからフォアハンドのカウンターを教わりたいです。お願いします。そうっすね、いくらかは似合います。払いません、岡田。今回あれなんですよね、でもなんか松山に対してじゃ僕らがちょい足しするっていう感じなんですね。でも僕が思うに松山はちょい足しどころかゴリ足ししないと考えない。視聴者は多分松山にちょっと足したらあって思ってると思うんですよ。違うんですよ、足すとこいっぱいあるから。でそれで今日はフォアハンドをねやりたいと、はい、で俺に教えてほしいと、はい、教えません。そんな何だけ教えません。いっぱいあるいっぱいあるね。そんな感じで一つだけお願いします。一つだけちょい足し一発目から真剣に守るんですよ。ちゃんとやってください。そんな俺が真剣に言ってたのなんでそんなふざけんの。俺が真剣に上手してやるわけだ。俺が出すんぞ。準備が遅いのと高いのと、なんか難しいね。結構こうさ、普通に打たれても高かったりとか低かったりとか、それに対して目線がアバウトだから、できるだけ低いところから合わせて、低いところから高いところだったらさ、こう下半身伸びてくれるパワー伝えれるよね。上から下でさ、スピンかけれるのと調整しにくいから。メントに使ったりオーバーしたりとか微調整できるので低く張ってそっからまあもっと低くいって持っていくのが高かったらそっからちゃんと伸びて回しを伝えると目線がめちゃめちゃ大もうフォードライブスイング入るようになっちゃったんで、本当にいいグッドアドバイスでした。ありがとうございました。どうですか先生、なんかこいつ本当に知りたいのかなんかまあまあまあとりあえず聞いとこうかなみたいなのか分かんないんですけど、ちょこちょこ流すんですよ。真剣にこっち教えてんのよ。いやいや真剣に教えてる。教えがいなかったっすね。でもなんか最初多分みんな見て分かった通り多分結構姿勢高かったんですよ。簡単の時の姿勢の高さって結構ミスに直結しやすいんで、やっぱこううまくボールに合わせて最後みたいに、まあ、調整してくれれば、まあ、最後の松山みたいにしっかりと安定して打てるようになると思うんで、ぜひあの見てるみんなは松山の真似せずに僕の真似してもらえたらなと思います。はい、違うね。はい、ということで今回僕が松山に対してちょい足しした、ポイントはですね、目線をボールに対してしっかりと合わせることです。